皆さんこんにちは。スクイズ速報です。今季再びブレイクの兆しを見せている巨人の小林誠司選手、先日のヤクルトとの対戦カードでは決勝ホームランに盗塁を決めるなどチームを大きく盛り上げていましたよね。課題の投手陣が良くなったのも小林選手のリードのおかげと言われるほど、チームに大きく貢献している小林選手。しかし昨年まではほとんど出番が与えられず、いわば干されている状態が続いていました。監督が原監督から阿部監督に代わり、出番が激増している小林選手ですが、一体なぜ原監督は小林選手を使わなかったのでしょうか。今回は小林選手が干されていた理由についてご紹介していきます。2013年にドラフト1位で入団し、巨人の正捕手として活躍していた小林選手、2017年の WBC では前評判を覆す活躍で日本代表の正捕手として君臨、世界の小林という異名をつけられ、ファンから愛される存在となっていましたね。また2018年には山口投手、菅野投手のノーヒットノーランをアシストしており、同1年でノーヒットノーランを2度支えた捕手は和田博美さん以来、52年ぶりの快挙も達成しています。しかし原監督が再就任した2019年からは出番が減少、2020年には左手首に死球を受けて左尺骨を骨折し、早々に長期離脱となると約3ヶ月を経て9月中旬に1軍復帰するも打撃不振、10月18日から2軍で再調整していましたが、10月20日の2軍公式戦でワンバウンドの投球を止めた際に右手人差し指を負傷し、病院で右手四肢末節骨骨折と診断され、負傷の影響もあって出場試合はわずか10試合に。これらの怪我で試合に出場できなくなった小林選手について、原監督は野球選手じゃない、職場放棄と辛辣な言葉で批判していました。以降もレギュラー奪取に向けて奮闘しますが、なかなか出番がもらえず、主に守備固めのみの状況に。昨年は21試合の出場のみで打席に立ったのはわずか9回のみに終わっています。しかし今季は阿部監督が新任してから再ブレイク、開幕当初は大城選手と岸田選手と併用される形で起用されていましたが、最近ではスタメンマスクをかぶることも多くなり、先日のヤクルト戦では決勝ホームランも放つなど活躍。また昨年不調だった菅野投手の完全復活をアシストしつつ、課題だった投手陣も見事牽引しており、チームに欠かせない存在となっています。もともと開幕前にかつてヤクルトで活躍していた評論家広沢克己さんがブレイクが期待できる選手として小林選手の名前を挙げていましたが、見事予想的中となったわけですね。このブレイクすると思った理由について広沢さんは、僕は子野村克也氏の下で徹底的に鍛えられましたから、野球は保守からという考えが染みついているんですね。実際1991年に古田敦也がヤクルトに入団してから投手が皆成長しましたからね。改めて野球は保守を思い知らされました。原辰徳前監督が小林誠司を使わなかった理由は分かりません。ただ正捕手を任された大城匠は打撃はともかく、扇の要というポジションから言えば B クラスです。その点小林は配球も巧みだし、肩は球界トップクラス。彼が正捕手につくことで投手は安心すると思うんです。巨人は2年連続で B クラスに沈みましたが、その理由の多くはバッテリーにあったと思っています。そこを阿部慎之助新監督がどう感じているか。優勝はともかく、 B クラスを脱出するためには小林の再ブレイクが鍵を握っていると思いますと話していました。戦術した通り、昨季まで小林選手はほぼ干された状態にありました。しかし同じ保守出身の阿部慎之助氏が監督に就任した今季は、見ての通り出番が増えています。巨人の担当記者は、原前監督は見切りをつけたような感じでしたが、阿部新監督は同じ保守出身ということもあり、投手の良さを引き出す保守を第一に考えて起用しているように思えます。それが小林なんでしょう。打撃は相変わらずですが、それを補ってあまりある配球、守備力、肩の強さがあります。チーム防御率が12球団ナンバーワン、コメント当時なのも
投手が安心して投げているからこそこの数字につながっていると思いますね、と話しています。このように守備面で大きく貢献している小林選手、チームも安定した強さを誇っており、昨年と違って首位争いを演じるなど、とにかく大きな恩恵を与えていますが、そんな選手を原監督はなぜ欲していたのでしょうか。その理由は独自の性格と原監督の考えが合わなかったからだと言われています。一見温厚で誰にでも優しそうな小林選手、ただ記者によると結構プライドが高いようで、プライドが高いんです。肩が強くエースに評価されるほど、リードも良いので自信があるのでしょう。コーチの言うことを聞かず逆に反発することもたびたびなようです。17年までバッテリーコーチをしていた村田義則さんとは反りが合わなかったとか、首脳陣としては扱いづらい存在だと思います。記者たちへも厳しい。自分に関しての記事は大概読んでいます。批判的な原稿を書くと翌日には読みましたよとチクリと言われますから、と話しています。まあこれは野球選手としては必要なスキルでしょうし、強気なのは特段悪いことではありませんよね。特に捕手は相手の嫌がることをしなければいけないポジション、強気である程度性格を悪くしないと務まらないポジションなので、むしろ捕手としては正解な気もします。ただトラブルメーカーでもあるようで、関係者によると小林は19年1月と2020年8月に2度自動車事故を起こしています。1度目は大阪府内で停止していた車に衝突、2度目は東京世田谷区で左折しようとした際自転車と接触しました。自転車に乗っていた男性は重傷ではありませんが、病院に搬送されています。球団としては厳重注意をしペナルティを課さざるを得ませんと、実は問題を起こしていたこともあったそうです。なので球団首脳陣からはあまり印象が良くなかったとか、その中で2020年の骨折離脱でほぼシーズンを棒に振ってるのですから、規律に厳しい原監督からすれば印象は悪いでしょう。ただこの件もそうですが、そもそも原監督の思惑と小林選手の特徴が合っていないのも関係しています。というのも原監督は捕手に打力を求める考えをしています。関係者も原さんは安倍晋之助のような打てる捕手を好みますからね、小林も打撃力向上に努めていますが打率は2割台前半で本塁打も毎年2本ほどと物足りない、怪我っぽいのも原さんとしては不満材料でしょう、と話しています。また先日したように怪我する選手には非常に厳しく、試合に出られない選手はダメという考えを持ってる人、小林選手はご存知の通り打撃面が良くなかった上に怪我もしたため原監督から完全に見限られ、打てる捕手として台頭しつつあった大城選手の正捕手化に着手、その結果出番が激減したのだと考えられます。打力を求める原監督と守備を求める阿部監督で起用法が大きく変わったと言えますね。このように監督が変わったことでめでたく出番が増えている小林選手、しかし打撃面ではまだまだ課題ばかり。近年打率2割を切るシーズンが続いていますし、ここをクリアできなければ正捕手として返り咲くことはできないでしょう。大城選手が不在の今、レギュラーをつかむには今が絶好のチャンス。果たして正捕手として返り咲きチームを優勝へと導けるのか、今後の小林選手の活躍に注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。